積んだもん。大変だよ。どうしたの？メタン。なんとまたあのトヨタグループから新たに不正が発覚した企業が出てくることとなったの。まさか自動織機じゃないよね。そう、1926年に豊田佐吉さんにより設立されたトヨタの原型となるトヨタ自動織機となるの。え、今度は何やらかしたの？なんとハイエースやランドクルーザーに搭載されるエンジン3機種の試験で燃料の噴射量を不正に調整し、出力などのデータを実際より見栄えの良い数値に指定出していたとのことなの。なんでそうなんの？一つは出力試験の委託元であるトヨタ自動車とのコミュニケーション不足が挙げられており、ディーゼルエンジン開発の役割が拡大する中、コミュニケーションが不足し、試験のプロセス、守るべき手順などが十分にすり合わされず、出力試験業務を行っていたとされているの。ダイハツとほぼ同じ感じかな。そしてディーゼルエンジン開発の役割や事業が拡大する中で、コンプライアンス遵守、1安全に品質3流4コストという最も大切な順番、価値観を守ることができず、データの正確性を尊重するという基本的な意識が弱くなっていたほか、法規認証の専門部署がなく、法規への理解、法規が定めるルールの規定類への落とし込みが不十分であった。また、法規適合性の観点から開発に牽制機能が働かなかったことに加え、品質保証の機能、体制が不十分だったため、品質確保の観点から開発日程や開発目標に対する牽制が機能しなかった。といったようなコンプライアンスの欠如や、法規を遵守しつつ、開発生産を進めるために必要な組織、体制の不備があったとされているの。自動車メーカーの不正ってこういうのばっかりな気がする。経営の部分はともかくとしても、今回新たに法規違反が判明した自動車用エンジンに関しては、同じく違反のあるフォークリフト用エンジン、当該エンジンを搭載するフォークリフトとともに出荷を停止したとのことなの。全くだよね。なお、自動車用エンジンに関しては、1GD、FTV 型と 2GD、FTV 型、F33 アンペア、FTV 型の3機種で、それらに関しては、出力性能について、抜き取り調査で出荷基準値を満たしていることが確認されているものの、出力、トルクカーブについて見栄えの良いデータにするといった不正行為があったため、搭載車種となっているハイエース、グランエース、マツダ、ボンゴブローニーバン、ダイナ、ヒノデュトロ、ハイラックス、ランドクルーザー300、海外向けのフォーチュナー、イノーバ、LX500D の11車種の出荷も一旦停止することとなったの。え、今後のランクル250とかはどうなるの？ランドクルーザー70に関しては幸いにも対象外だったものの、生産する藤松第一工場や吉原第二工場の稼働も止めることとなったの。70もやばいじゃん。ランドクルーザー250に関しては幸いにも国内向けに関しては日野、羽村工場での生産、輸出向けでも田原工場での生産のため、どちらも対象外とはなっているほか、対象となる 1GDFTV 型に関しては2017年から2021年までの認証年のものが対象のため、ランクル70や250に関しては軽微な影響にとどまると思われるの。対象じゃなかったことは幸いだけど、もし対象だったら影響は大きかったよね。企業においてのコンプライアンス意識は当然重要視されるべきだと思うし、やはり自動車は乗る人が常に安心かつ安全に乗れるよう、開発、製造、販売までそれぞれが当事者としての意識を持つことが最も重要だと思うの。トヨタグループにいろいろありすぎて本当に大丈夫なのかって思えてしまうのだ。トヨタはハイブリッドのみならず、燃料電池、水素エンジン、電気、そしてカーボンニュートラル燃料などマルチパーパス戦略で勝負を仕掛けるほど技術力に自信があっただけに、その中でのグループ内の不正だからトヨタとしても複雑な気持ちだと思うの。佐藤社長も相当苦労していると思うのだ。トヨタ自動織機の今後の対応で良い方向に向かってくれることを私は期待したい。